はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5ザロイヤル続きやっていきます。じゃあ今日はバイトしようかな。大家さんはあるけども、ん、歓楽街なんかあったっけ。三島かな。あ、三島もようあるんだよな。まあ一応セーバーシェルに行ってみようか。三島もね、あ三島がいる。三島もね、コープランク上げたら、メメントスのターゲット用意してくれるんで、必要っちゃ必要なんですよね。スキーは持ってるね、多分。ね。はい。じゃあ今日は三島と会おうか。占い師はいないしね。大家さんは、いるかな？あ、ちょうどいいや。ラーメンじゃなくて、花買ってっか。花じゃない。どれにしますか？高いけど。ああ、金が。今さらっと変なこと言われたな。貢ぐのもほどほどにって。そういうのではないんですけど。すごいな。うん。うん。なんだっけ。はい。渋谷に高級なビュッフェがあるんだ。要はそこに行こう。え？三島がそんなことを。よし、行こう。言ってくんの。お金の心配は無用。マジで。どういうこと？怪盗の端くれとして、こういう高級なとこに出入りするぐらい当然。どうしたんだ？無農薬有機野菜スウィーツ。ああ、意外と趣味合うのかな。宝石のようにシャレオツなケーキ。ああ。でもまずはメイン行かなきゃ。実はさ。大丈夫これ。話のノリというか、組織の運営には金がいるとか言った。そしたら募金っていうか、まあ今で言うとこのクラウドファンディングみたいなもんかな。そうね、金はちょっと違うかなと思うんですけどね。ただこのコープ関係、この選択肢においてはさすがだを言っといた方がいいのかな。いや、諌めた方がいいよね。え、うん、そうだよね。あ話流れたな。こういうところの食事代も活動上の必要経費だよね。前にニュースで見たんだけど、目的を偽った募金活動は詐欺になるとか。うん。食費は必要だけど、必要以上に豪華な外食はひょっとしてアウト。そっか。あれ？なんか自分の中でなんか解決してってるね。そもそも寄付をしてもらった以上何に使ったか報告しないとまずいよね。すげえ。逆に回答団への思いが自分を律する、ことになつながってるね。やっぱこのお金を返すべきか。おお、いい判断だ。そうだよね。うん。ああ、そうね。まあ、より良い方をね、取ってくれたんですけども。まあ、いっか。このお金はもったいないけど、回答団の支持は上がるし、結果往来。うん。うん。はい。ん？新しいあれ？ターゲット。
すごいね。暴走しがちだと思ってたけど、意外と、よし。いい方向には暴走してんのかな。ああ。うん。ここは食えないんじゃない？ねえ。まあ危なかったね。まあね、次は期待してる。すごいね。はい、頑張って。誰だ。あ、ユウスケめっちゃ来るな。いいものを見つけた。画家の石、ああ、はいはい。共に感動を分かち合おうと思って。また DVD か。うん。今日は誠も、カイちゃんじゃなくて個人的な話なんだけど、実はこの前後輩から相談されたことがあって、その後輩バイト先で恐喝にやってるみたい。おー。これなんだっけ、ゆすられてるって感じだっけ。担当のレジから不足金が出て、店のお金を盗んだって濡れ着に着せられちゃって、濡れ衣か。5万で不足金って、やってるよね、誰かが。うん。その後輩は超がつくほど真面目で、絶対金なんて盗んだりしないはず。おかしいと思ってその店ネットで調べたんだけど、妙な噂があって、店長が抜いてるっぽい。あ、抜いてんの見た店員もいる。はい。なんて読むんだこれ。志一文字でなんて読むんだ。わかんない。おい。ああ、ゆうすけ。そうね。はい。じゃあ、ゆうすけと過ごそうか。はい。暇つぶしに DVD。そうね。一緒に見ようか。うん。おお。うん。これまあいいけど、隣でずっとポリポリ壊れてたら気にはなるよね。芸術に全てを捧げ孤独のまま最後を迎えた。いや、孤独になれば、どうしようか。どうしようか。まあ、そんなことはないかな。そうか。孤独になれば視野が狭まる。孤独な男の生涯を追い芸術センスを見かけた。いや、これがあるんでちょっとやっといた方がよかったかなと思って。で、ユースケが来るのは、多分夏休みではこれが最後なのかな、と思ったんで。うん。いや、ちょっと夜は帰ってもらって、銭湯。いいじゃん。そうか。いやいや、はい。ではこの辺で。
帰ったか。あ、ん？木曜だよ。へえ、この人から来るんだ。日曜限定かと思ったけどね。虎之助さんは何だか。はい、まあ一応虎之助さんに会いに行こうか。ビッグバンバーガーチャレンジしたかったんですけどね。実は松下議員に呼ばれてね、前に彼から打診されただろ、自分の秘書になれと。ああ、どうした大丈夫こんなとこで。倉本の3世に会ったんだって。ああ、どっから伝わったんでしょうね。前に言ってた私の勝ち目をなくさせる目玉候補というのがまさか彼だったとは。うん、倉本グループとは対戦中なんだ。あー、だから前回寿司屋に、寿司屋でよかったっけ、に行った倉本さんのお孫さん側につくか松下さんにつくかっていう二択なんでしょうね今。まあ三択もあるか、誰にも属さないっていうね。なんと、うん、昔は世話になったがいつまでも君臨されたくはない。うん、奴らはお前の身柄を抑えたいだけだ、困ることを喋らせないために。頭皮不正流用、犯人は倉本の親父。何だと。うん、20年前のまだ紙だった党の裏帳簿を探り当てた。倉本チルドレンズってね招いたのにそういう罪を着せたんだ。あー、まあ政治家として活動する上でお金をすごい使ったんでしょうね。でだいぶ苦しかったとか。松下さんと組んで真実を告発するか。うん、うん、いろいろ悩むところではあるかもしれないけどね。まあ何が重要かってところですよね。難しい話だ。なることを目指す、まあ、それがずっと20年だっけ20年だっけやってきたことですからね。いろいろ思いはあるでしょうけども。うん、ああ、まあこういう場所じゃなくていいんじゃないですかね。断ったらなんかやられそうで怖いんだけど。党に話をつけて演説会を講演してやる。ああ、いい人だね。ん？ん？
かったじゃん。復讐めいた名誉回復を餌に利用したい友人、当選を餌に懐柔したい恩師、まあ信念でしょうね。まあ当選も一緒でしょうけども。ああ。何を優先するべきか。己を捨てるのは支持者への裏切り。よかったね。まるで心を操られているかのような。前から思ってた。君は世の理不尽に苦しんだ経験があるだろう。目を見ればわかる。だから君から弱者の力になりたいという意志が伝わってくる。ヤジに立ち向かった心の強さ。松下や倉本の孫を相手に見せた度胸。平凡な高校生じゃない。賢くない私でもそれくらいはわかる。なあ。あれ？そうだと言ったら、おいおいおいやめてほしいな。はい。緊張させた後に緩和させる人心掌握のテクニックのレクチャー。本当に？あ、いや、この人分かってんな、多分。はい。っていう風に、まあ、ずらしてくれたんでしょうね。人心掌握術。ん？会話交渉中に確実にペルソナ化を要求できることがある。確実なんだ。そうだな。はい。まあ松下さんはね、応援してくれるみたいなんで。またよろしく頼むよ。はい。おお、いいね。結構上げてんだけどね、なかなか上がんないな。魅力ではまた。はい。お疲れっす。君は今日どう思った？もし君が私だったら、割のいい条件を用意されて少しも心が揺らかなかったと断言できるかい？人は弱い生き物だ。本来の果たすべき目的など欲望を前にしたら簡単に見失ってしまう。自分にとって何が必要か、大切か。はい。はい、頑張ってください。10日切った。不安になってますね。お。おお、ま、え？あんだ。一流のモデルになるなら、やっぱ体作りからだよね。リュウジに相談したらジム紹介してくれて、トレーニングも付き合ってくれる。ん？おい。あ、はい。なあ。
うん、これはコープでいいのかな。一緒にだから多分普通の仲良しイベントかな。あ、でも関係が深まりそうだってあるから、え、どうなんだわかんないな。仲良くなれんのかな。はい、来た。で、アンはだいぶ上がったよね。あ、7か。そっか。今は待たなきゃね。うん。うん。トレーニングね。はい。アンガト。うん。おお、なんかリュウジ久々に見た気がする。ダンベル上中のおっさんいねえし。はい。よし。うん。まずは体を絞る。有酸素運動だけじゃダメ。引き締まった体にしたいから筋トレしなきゃ。肩が丸くなってきてる気がするし、二の腕も細くしたいし、背中は超効くやつで、ウエストは当然細くするでしょう。お尻とふくらはぎは位置を上げたい。根性あるな。おお。おいおい。うん、全部は無理でしょうね。一個ずつだよね、確か筋トレって。お、メニュー考えてくれたら俺にデート。いらねえ。はい、うん、自分がセクシーキャラとか勘違いすんのやめとけ。嘘。いやいや、セクシーキャラはまず体操着でジム来ねえ。あー、確かに。なんかすっげーピチピチなので来るよね。再来月の雑誌で2つ出られそうだったんだけど、1つダメになっちゃった。ダメになった方はモノクロページだからだって。あー、うん、うん、そうね、このあふれる女の魅力が生きるとこあるよね。ある。はい。遅いや。雑誌で思い出したけど、この間お前が乗ったっての見せられた雑誌で綺麗な子いた。一瞬清楚っぽいのに色気があって、ああいうのが女の魅力って言うんじゃねえの。あ、やばいよリュウジ。ちょっと茶色くて長い。ねえ。ねえ。ユージダメだね。余計火がついちゃったね。3人で体力の限界までトレーニングした。筋トレの良さに目覚めたね。うん、やった感すごいよね。うん、うるせえな。オフ
袋が夕飯の材料を買い忘れた。ああ。はいはい。アンの親は忙しかったから、あなたは強い子、一人で大丈夫ねって。ああ、あんまり頼れなかったんだ。すげえ、志保と仲良くなってからは世界が全部色づいてた。リハビリは順調。あのさ、いいね。おお、蜂来たね。食いしばり。残り HP 以上のダメージを受けても戦闘不能にならずに HP1 で耐える。いいね。よし。ん？これ主人公がではなく、アンガーかな。あ、アンガーだね。はい。帰ろっか。はい。言ってなかったけど私もう動けない。早いね。もう来たんだ。本当に筋肉痛きてんの？すげえな。我ながら今日はよく頑張った。ああ、そっか。リハビリしてる時の志保も同じ気持ちだったのかな？そうね。いいね。安心して食べ立ってもらえるように。はい。あ、大丈夫かな俺。あっちいな。あ、よかった。選択肢のさ、フラグのあれがあるんで大丈夫かなと思ったんですけど、次ですね、アンはね。はい。ああ、そっか、夜か。夜は基本、記者さんが連絡してきてくれますね。あれ？ないな。ひふみさんが全然連絡してきてくれないですけど。あ、やべ。240円もったいない。いや、帰りもあるからな。480円もったいないな。まあ、いいか。じゃあ今日は教会で、終わりということで。はい。残り9日ですね。はい。はい。今回これで以上です。ありがとうございました。